白虎隊とサザエと。いわきの妹、おかた、おなはま、一人暮らしです。あたしは、福島県いわき市に暮らす、人よりちょっとお出かけが大好きな、普通の女の子。さて、今日もあたしは、いわきからはるばる、ここ、会津若松まで遊びに来てるの。おや、こちらのお屋敷、何のお屋敷でしょうか。武家屋敷。武家屋敷って修学旅行の時回ったような気がするな。なんかいいことないかな。なんか楽しいことないかな。それでは今日もやってまいりましょう。Shall we? Go! さてさて、今日も私は会津若松の町をうろちょろしているの。会津若松って言ったら、みんな何を思い浮かべる？そうだよね。白虎隊。そして今回はサザエ堂って言ったところも気になるから、どんな関係なのか調べてみました。会津若松のサザエ堂と新選組の関係について簡単に説明します。会津若松のサザエ堂と新選組の関わりは、日本の歴史の一部で、とても興味深いものです。サザエ堂は美しい寺院で、新選組は勇敢な武士団体です。それぞれが独自の物語を持っていますが、一部の出来事で関係が生まれました。新選組は幕末という時代に活動した武士の団体で、日本が大きな変革期にあった時代です。彼らは江戸幕府という政府の命令に従って平和を守るために働いていました。新選組の武士たちは刀を持って戦い、日本の歴史の中で有名な存在です。一方、サザエ堂は福島県の会津若松市にある美しいお寺です。このお寺は仏教の宗教施設で、人々が静かに祈りを捧げたり、心の平和を見つけたりする場所です。サザエ堂の建物は、美しい庭園とともに、日本の伝統的な建築様式を持っています。これらの異なる場所がどのように関連しているのでしょうか？その答えは、会津戦争にあります。会津戦争は、新政府と旧幕府の対立が激化した時に起こりました。新選組の武士たちは、新政府側で戦ったり、戦闘に参加したりしました。そして、この戦争の一部として、会津若松市で戦闘が行われました。会津若松のサザエ堂も、この戦争に巻き込まれました。戦闘の際、サザエ堂の建物は大きな被害を受け、傷つきました。しかし、幸いにも、このお寺は再建され、現在も存在しています。新選組とサザエ堂の関係は、この戦争を通じて生まれました。新選組の武士たちは、会津若松市で戦ったり、通ったりしたことで、サザエ堂とその周辺を知ることになりました。そして、戦争後、サザエ堂は再建され、新選組の武士たちもその存在を覚えていました。今日、会津若松のサザエ堂は、新選組との歴史的な関連性を持つ美しい場所として存在しています。ここでは、仏教の教えや歴史に触れることができます。新選組は幕末の英雄たちとして、日本の歴史に名前を刻んでおり、その武勇伝とサザエ堂の平和な場所が、
会津若松市の重要な一部となっています。あ、そうなんだ、そうなんだ。白虎隊とサザエ堂の関係ってそういった関係だったんだね。まさか白虎隊の皆さんがこちらのね、サザエ堂舞台に自害された場所だなんて思いもしませんでした。そしてこのサザエ堂の作り、面白い作りをしてるよね。こちらの作りはすべて一方通行の通りで登ってきて下ってきてくることができる作り、珍しい作りだよね。はーい、いかがでしたでしょうか。あ、今日も変わらず私はいわきからはるばる会津若松に遊びに来てるの。そこでお会いすることができたのは白虎隊の戊辰戦争の聖地サザエ堂でした。今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いてるよ。紹介していくね。最初のお兄ちゃん、ヤマさん、今は修学旅行で木刀買うの禁止じゃないかな。あ、そうなの。修学旅行といえば自分の学校では他校との乱闘を避けるため修学旅行シートを外して行ってました。あら、ヤマさん、ずいぶんやんちゃな学校に通ってたのね。木刀今禁止なのね。次のお兄ちゃん、ユーザー IP さん、メリケン作派。あら、 IP さんはメリケン作派。もうね、とんでもない人たちが見てるのね、このチャンネルは。今日も最後まで見てくれたあなたが大大大大大大好き。また次回もお楽しみにね。また見てよね。約束だよ。うっばーいっぱい。おなかぱ一人暮らしファースト写真集メルカリにて販売中。詳しくは概要欄のリンクから飛んできてね。